はメーラード反応についてですね。あ、コメントね、さっき入れてそれ固定するの忘れちゃったな。あ、そうですね、これ固定する、固定する、あ、できた、うん、はい。メーラード反応と発酵食についてというお話をしていきたいと思います。で、まあ、ちょっとマニアックな話にはなってはくるんですけれども、メーラード反応って、ちなみにご存知でしょうか。なんかこう質問したら、コメントで答えたりしてくれると嬉しいです。はい、メーラード反応ってね、ご存知の方いらっしゃいますか。メーラード反応って、まあ、あんまり聞いたことないかもしれないんですけれども、何かっていうと、まあ、いわゆる化学反応なんですね。こういった、これお味噌なんですけど、味噌とか、まあ、醤油とかですね、こういう醤油ありますよね。醤油、こう真っ黒の醤油あるんですけども、味噌とか醤油とかの色がこういう風に茶色く濃く濃い色になるのって、メーラード反応っていう化学反応によるものなんですね。で、そのメーラード反応っていうのはどうやって起きるのかっていうとですね、これはアミノ酸と糖による反応なんですね。アミノ酸と糖がくっついて化学反応を起こすことによって起きるのが、メーラード反応です。で、メーラード反応はですね、あ、ちょっとコメントがずれちゃった。あ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。コメント、あ、聞いたことないです。あ、本当ですね。アメーラード反応知りません。あ、ありがとうございます。コメントいただいて。はい。そうなんですよ。あんまりそうね、聞き慣れない、ことだと思うんですけども、言葉だと思うんですけれども、まあ、アミノ酸と糖による反応と、いうことでして、で、もともとアミノ酸っていうのはわかると思うんですけど、アミノ酸っていうのはもともと褐色をしているんですね。で、そのアミノ酸の、まあ、褐色の焦げ茶色、その焦げ茶色がより表に出てきて、まあ、前面に出てきて、食材とかが茶色くなる反応のことを、メーラード反応と言います。で、なんかそのアミノ酸と糖による反応ですよって言われてもなんとなく全然ピンとこないと思うんですけども、例えば分かりやすい身近な、例で言いますとですね、食パンをトーストした時ですね。トーストって、最初食パンって真っ白な色していると思うんですけど、耳以外はね、真っ白な色していると思うんですけど、あれをトーストすると茶色くなるじゃないですか、白いところが。あれなんで茶色くなるかっていうと、あれがメーラード反応が起きている状態なんですね。はい。これがまあすごいわかりやすい身近なメーラード反応なんですけれども、はい。あ、ご参加ありがとうございます。はい。で、まあ、そういった形で焼くとか加熱することによってもメーラード反応起きますし、あとはこういう味噌とか醤油みたいな長期間熟成するものに関しても、その長期熟成している間にメーラード反応がゆっくりゆっくり徐々に起きているということがあります。はい、そうなんですよ。うん。で、まあ、味噌とかね、醤油とかだと、ゆっくりゆっくりメーラード反応が起きて、だん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 こう、茶色い色になっていくんですけれども、まあ、加熱することによっても、メーラード反応っていうのは、まあ、一気に、起こります。はい、なので、まあ、パンが、トーストをすると、茶色くなるっていうのも、加熱によって一気にメーラード反応が起きた、状態ですし、あとはですね、まあ、煮物とかが結構わかりやすいんですけれども、和食の煮物って、作ると思うんですけども、煮物って大体和食だと醤油とみりんを使いますよね。醤油、まあこういう、醤油ってこれぐらいまあ濃い色をして、まあ濃い口醤油なんですけど、濃い口醤油、これこういう色してます。で、みりんは、ちょっとこれ、色、今ちょっと量が少なくて見づらいんですけど、これみりんなんですよね。みりん。これぐらい色が濃いみりんを使っています。で、まあ、色は、まあ、これは、これ自体がもうメーラード反応、しているっていうのもあるんですけども、煮物を作るときに、じゃあ醤油とみりんを使います。そうすると、醤油には、
アミノ酸がたくさん含まれています。で、みりんは甘いですね。糖がたくさん含まれているので、みりんには糖がたくさん含まれています。で、これを2つを鍋の中に入れて食材を煮ていく、加熱してどんどん煮詰めていくっていうことをすると、この醤油のアミノ酸とみりんの糖が鍋の中で化学反応を起こしてメイラード反応が起きます。で、そのメイラード反応が起きることによって、でその煮ている食材がどんどん色が茶色くなっていったりとか、いいツヤが出たりとか、まあ、照りツヤがね出てくるということになるわけなんですよね。はい。でもあれは、まあ、要はメイラード反応ですよといったところです。で、それをですね、そのまま火にかけ続けるってことをするとどうなると思いますか？まあ、これはすぐわかると思うんですけども、鍋の中に煮物を入れてどん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 加熱してどん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 煮詰めてずっと火をかけ続けると、最終的には焦げますよね。あの焦げるっていう現象も、まあ、メイラード反応で、その焦げるっていう、あ、そうですね、焦げます、ありがとうございます。焦げるっていうのが、まあ、メイラード反応の最終形みたいな形になるわけなんですね。はい。で、まあ、加熱によってもそうなんですけども、メイラード反応っていうのは、アミノ酸、その含まれているアミノ酸の量が多ければ多いほど、メイラード反応っていうのは起きやすくなってきます。で、これですね、例えば、焼き魚の例で言うと分かりやすいんですけれども、例えばですね、なんか、その魚の切り身に塩を振っただけで焼きますっていうのと、魚の切り身に味噌を塗って焼きますっていうのの2つ比べてみて、どっちが焦げやすいでしょうか？どっちが焦げやすいと思いますか？ただ単に塩を振っただけで焼いた魚、焼き魚と、表面に味噌を塗って焼いた焼き魚、どっちが焦げやすいでしょうか？味噌。はい、正解ですね。ありがとうございます。そうなんですよね。味噌を塗って焼くとなんか焦げやすいですよね。あれってなんで味噌塗ると焦げ、すぐ焦げるんだろうとか、まあ醤油とかもそうなんですけど、なんかタレとかをね、塗って焼くと焦げやすい。そうですね。味噌の方ですよね。うん、焦げやすいんですよ。で、あれなんでなのって言うと、あれがまあまさにメイラード反応だからなんですね。その味噌とか醤油とか塗ったものの中にもともとアミノ酸がたくさん入っているんですよ。なので、まあもちろん魚自体も、まあ厳密に言うとアミノ酸がたくさん入っているんですけれども、その上に、醤油とか味噌とかを塗ることによって、その表面のところにアミノ酸がいっぱいあるから、そこでメイラード反応がすごく起きやすくて、でまあ、火力が強いとそれがもう焦げるっていう、最終形になってしまうので、だから、焦げやすいというわけなんですよね。はい。なんで、まあ、魚とかがね、まあ、焦げるのもメイラード反応の、まあ、仕業ということになります。で、あとですね、発酵食とかを結構やっていると、魚に甘酒を塗るっていうか、まあ、甘酒につけておいた魚を焼くっていうこととかを、したりするんですね。はい、そうなんです。メイラード反応が焦げやすさだったんです。あれ結構ね、知らないと思うんですよね。なんで焦げるんだろうな、まあ、なんか味噌塗ると焦げるっていうのは分かってるんだけど、なんで焦げるかはちょっと分からないみたいな、ことはあったかと思います。で、そう、甘酒をですね、塗って焼くと、それも、味噌とか塗るのと同じように、塩振っただけの魚と、まあ、鮭とか結構つけるんですけど、鮭に甘酒、つけて焼くとすごい美味しいんですけど、味噌を、じゃなくて、塩を振っただけの鮭と、甘酒につけておいた鮭を比べると、甘酒を塗っておいた鮭の方が焦げやすいんですよね。で、これなんでっていうところなんですけど、これはさっき言った味噌とか醤油と同じように、甘酒に、アミノ酸がたくさん含まれているからではないんですよね。そうじゃないんですよ。そうじゃなくって、甘酒に含まれているのは、タンパク質、アミノ酸ではなくって、酵素なんですね。麹が
持っている酵素っていうのが甘酒に入っていて、でその酵素の中に、プロテアーゼっていうね酵素があるんですね。でそのプロテアーゼっていう、これちょっとまあちょっとあの難しい話になるんですけど、プロテアーゼっていう酵素が、タンパク質を分解してアミノ酸に変えるっていう働きを持っています。なので甘酒の中に麹のプロテアーゼがあると。でそのプロテアーゼっていう酵素を、まあ、鮭に塗っているようなものなんですね。でそうするとそのつけている間にもともと鮭の中にあったタンパク質、お魚なんで、まあ、タンパク質がありますよね。でその鮭の中にあったタンパク質が甘酒につけておくことによってどん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 分解されてアミノ酸に一部なっているんですね。なんで表面にちょっとアミノ酸がなんとなく浮いて浮いて表面にいるような状態で焼くっていう状況になるわけなんですよ。なので甘酒を塗ってというか、まあ、甘酒につけておいてから鮭を焼くと塩振っただけの鮭よりも焦げやすいっていう現象が起こります。これはですね本当にやってみるとすごいわかるんですけど、なんかイメージ的になんでその甘酒ってあの真っ白のやつ塗っといただけでなんで焦げやすいんだろうってなんとなくちょっとハテナって思うかもしれないんですけども、実際やってみると本当に違うのでわかると思います。はい、まあ、そういった、こともあるんですね。まあ、とにかくアミノ酸の量が多ければ多いほどメイラード反応が起きやすい、ねメイラード反応が起きやすいので色が濃くなりやすい、そして最終的に、焦げやすいということになります。はい、そうですね、プロテアーゼという酵素がタンパク質を分解してアミノ酸に変えるので焦げやすくなるということですね。すごいちゃんとしっかりメモで解説していただいてありがとうございます。はい、わかりやすいです。そうなんですよ、発酵ってね理科の実験みたいなものなんですよね。はい、まあ料理って結構実験に近かったりしますよね。はい、でですね、あとまあ気温が高くなる、温度が高くなることによってもメイラード反応っていうのはすごく起きやすくなっていきます。味噌を手作りしたことがある方はご存知かと思うんですけども、だいたい味噌って冬に仕込みますよね。で冬に仕込んで最初はまあすごい、まあ、全然こんな色じゃなくて薄いなんていうんですかね、黄土色、あこれですね、このちょっと今日豆用意したんですけど、これ大豆の色、こういう感じの、色をしていると思うんですけど、だん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 こう色がついて茶色くなってくるんですけども、それが最初はそんなにね全然ゆっくりゆっくりとしか茶色くなっていかないんだけども、冬に仕込んだ味噌が夏場になって気温がグッて上がると急に色がバッて茶色くなったりするんですよね。それが、まあ、起きるっていうことがあります。要は気温が急に高くなることによってもメイラード反応っていうのは一気に、起こってきます。はい、ということで、まあ、メイラード反応の話をどんどんしていっているわけなんですけれども、またですね、そのアミノ酸の量が多ければ多いほどメイラード反応っていうのは、起きやすいです。で、反対にアミノ酸の量が少ないとメイラード反応っていうのはあんまり起きないんですね。ここがすごく重要になってくるんですけれども、で、これをですね、味噌の、作り方で解説するとすごい分かりやすいんですよね。まあ、味噌を作ったことがある方は最初に何をするのかっていうのはご存知かと思うんですけれども、ちょっとこれここから味噌の話をちょっと深くしていきます。でちょっとここでクイズなんですけど、味噌を作る時の話なんですが、アミノ酸ってありますよね。アミノ酸の集合体って何でしょうか。アミノ酸が、集まった、アミノ酸ってまあちっちゃい分子で、それがまあ集まったもの、アミノ酸がバッて合体したものって何か分かりますか。ちょっと急に質問が難しくなったかもしれないですけど、まあ、最終的になんか分解されてアミノ酸になっていくんですよね。どん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 分解されてアミノ酸になっていく、
あ、タンパク質、はい、そうですね、正解です。わからない、はい、ありがとうございます。そうなんです。アミノ酸の集合体といったら、タンパク質ですね。で、まあ、タンパク質が要は、分解されていくと細かくなっていくとアミノ酸になるわけなんですけども、あ、ゆいなさん、こんにちは。ありがとうございます。はい。で、じゃあですね、そのお味噌を作る時の原料になるものの中で、タンパク質って言ったら何でしょうか？これもクイズです。お味噌の原料の中で、タンパク質と言ったら、何でしょう。これは結構、まあ、味噌作った方だったら、分かると思います。はい、大豆ですね。正解です。ありがとうございます。はい、大豆ですね。タンパク質といえば、大豆です。で、その味噌を作る時の、まあ、大豆ってこれですね。これこの大豆の処理の仕方で、タンパク質がの量がその味噌に含まれるというか残ってくるタンパク質の量が変わってきます。最初にこの、大豆をですね、どうやって処理していくかによって、タンパク質、アミノ酸の量ですね、最終的に残るアミノ酸の量っていうのが変わってきます。で、それなんでかっていうと、この大豆の大豆に含まれているタンパク質っていうのは水溶性だからなんですね。水溶性っていうのは水に溶けやすい物質ということです。はい、なのでですね、味噌を作る時のその最初の大豆の処理の仕方によって、味噌が、その味噌が赤味噌なのか白味噌なのかっていうのが、まあ、変わってくるということになります。ちょっと今日はこれ 2,3 種類ぐらいに、ね、合わさってる味噌なんですけど、あんまり色が違いないので分かりづらいんですけども、味噌ってすごい色が濃い、本当にこれぐらい濃い赤味噌みたいなやつもあれば、本当に色が薄い、これね、いつも使ってる味噌なんですけど、まあ、こういうこれぐらいの薄い色の味噌とか、あるんですけれど、その赤味噌なのか白味噌なのかっていうのが、その最初の大豆の処理によって変わってくるんですね。で、それがですね、どういうことかっていうのをちょっと詳しく解説していくんですけども、お味噌を作るとき、まず最初にこのカラカラのこの乾燥した大豆を買ってきますよね。で、買ってきて、で、最初に何をするでしょうか。最初の大豆の処理として、味噌を作るときの最初の大豆の処理、これ何をすると思いますか。これもクイズです。まあ、一晩やりますよね。大豆をこう買ってきて洗って、そうですね、まあ最初にまずもちろん洗うんですけども、ありがとうございます。そうですね、浸水しますよね。はい、浸水します。これね、水に大豆をつけておくことを浸石って言うんですけども、まずは、洗って水につけるということをします。水につける、ありがとうございます。正解です。はい、で、水につけますね。で、その、水につける、で、その次に何やるかっていうと、まあ、加熱しますよね。煮るとか蒸すとかして加熱を、していきます。で、その水に浸す、加熱をする、この2つの作業ですね、この2つの作業をどういうふうにやるかによって、最終的に残ってくるタンパク質、アミノ酸の量が変わってくるんですね。で、それによって、まあ、メイラード反応がどれぐらい起こるかっていうことも変わってきます。なので、例えばですね、例えば色の、濃い味噌を作りたいとき、色の濃いもう抹茶茶の赤味噌を作りたいっていう場合、どうやってこの大豆を処理していくかっていうと、まずその水につける時間を短めにします。まあ普通一晩つけたりとかね、するんですけども、まあ3、4時間ぐらいしかつけずに、います。で、そしてその後加熱をするんですけど、煮るか蒸すかっていうと、この、色が濃い味噌を作る場合は、蒸すってことをするんですね。で、
蒸す時間も本当20時間ぐらいとかかけて、もうじっくりじっくり長時間蒸すっていうことをします。でそれをするとどうなるかっていうとですね、その大豆の中に含まれている水溶性のタンパク質が大豆の外に逃げづらくなるんですね、はい、要は水溶性なんで水でたくさん煮たりとかしてしまうとどんどんその水の方に、溶け出していってしまうので、それを防ぐために、漬ける時間も短くして、でかつ煮るじゃなくて蒸すっていうことをしていきます。でそうするとですね、まあ蒸していくと大豆って最初これぐらいのね薄い色をしているんですけども、それをどん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 蒸して加熱していくことによってだんだん茶色くなっていくんですよ。もうどん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 茶色い色に、変わっていきます。抹茶茶になるんですけど、それはどういうことかっていうと、この大豆の中でメイラード反応が起きているっていう状態なんですね。大豆の、タンパク質が、まあ、反応加熱によってですね、まあ、糖もね含まれているので、そこでまあ反応が起きて、茶色くなっていく、メイラード反応が、豆に起きていると、いったところなんですね。はい、で、まあ、あと納豆とかって大体色茶色いですね。大豆をただ単に、発酵させたものなんですけど、納豆の豆って結構茶色多いですね。この、まあ、薄いやつもあるんですけど結構茶色いんですけども、あれも納豆を作る時って蒸してるんですよ。煮てるんじゃなくて大豆を蒸しているので、ああいう茶色い色になっていきます。はい、恵子さん本当にありがとうございますいっぱい解説を書いていただいて分かりやすいです。はい、ということで、で、まあ、色の濃い、味噌を作りたい場合はそういう処理をしますと。で反対に色の薄い、まあ、白味噌みたいなものを作りたい場合は、どうするかっていうとですね、まずはこの大豆を水につける浸積する時間っていうのを長く取ります。めちゃくちゃ長く、水につけます。まあ、大体12時間ぐらいとか、つけます。あんまり長すぎると20時間とかつけちゃうとちょっとカビが生えてきたりするので、大体12時間ぐらいとか、つけるんですけども、長く水につけて、要は水溶性のタンパク質をどんどん水の方に、溶け出させるようにする。でしかもそのつけた水っていうのを一回ジャーって全部捨てて、で煮るんですよ。次で煮る時も新しい水で煮ていくってことをします。で煮る時間はだいたい 3、4 時間ぐらいっていうところなんですけれども、煮ていくと、これも大豆を煮たことがある方は、わかると思うんですけど、大豆を煮るとどん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 最初まあこれぐらいの大豆の色をしているんだけど、大豆の色がどん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 白くなっていきますよね。本当のなんか肌が白い、これちょうどこれぐらいの色感ですかね。最初これぐらいの色だったのがこのおでこぐらいになるみたいな、あんま変わんないまあなんかすごい白く、まあ皮がむけるっていうのもありますけどね。はい、だんだん白くなっていきます。でその代わり煮汁の方ってだん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 茶色くなっていきますね。抹茶茶になっていきます。煮汁はどん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 こう茶色くなっていくんですけど、あれは何かっていうと、その煮汁の方でメイラード反応が起きてるんですよ。要はもう豆はどんどん白くなっていく。それは何でかっていうと、豆に含まれている、タンパク質はどんどん煮汁の方に流れ出ているので、豆にはタンパク質があんまりない、だからメイラード反応を起こさないから白いままだけど、水溶性のタンパク質は煮汁の方にどんどん流れていってるので、煮汁の方でメイラード反応が起きて、そこに要はいっぱいタンパク質があるよっていう状態なんですね。要はそこにアミノ酸がいっぱいあるよという状態になっています。はい、あ、そうですね、原理を知るとね、そうなんですよ、面白いんですよね。はい、なんでこういうふうにちょっと仕込みのやり方っていうのをね変えてみると、すごく分かりやすいです。はい、まあそういった形で味噌を作るときってもう最初から決まってるんですよね。赤味噌作ります、今から白味噌作ります、じゃあこの大豆の処理の仕方をしましょうね
っていう風にして、メイラード反応を起きやすくして色の濃いミソを作るか、メイラード反応を起きにくくして色の薄いミソを作るのかっていうのをもう最初から決めて、大豆の処理の時点から変えていくということをするわけなんですね。はい。で、まあ、そういう最初の大豆の処理もそうなんですけど、味噌を作る場合に、まあ、当然熟成期間っていうのも、色に影響が出てきます。熟成期間が違えばですね、まあ、熟成期間が長ければ長いほど色は濃くなっていきますし、熟成期間が短ければ短いほどメイラード反応があまり起きないので、色は薄いままということに、なるんですけども、その熟成期間の違いによって原料の、割合ですね、分量の割合っていうのも大きく、違ってきます。まあ、それも最初に決めて分量を決めるわけなんですけれども、ですね、例えばその白味噌だったらどうなるかっていうところだと、白味噌は基本的に熟成期間が短いです。で、短い熟成期間が、短い場合っていうのは、まずはその原料の塩の量ですね。塩の量は、少なくします。で、まあなんでかっていうと、それはその原料の塩とか、まあ大豆以外のですね、塩とか麹の量を調整することによって、その味噌の中で発酵中に働く微生物たちの、活動を制限するってことができるんですね。で、まずは塩なんですけど、塩の量が多いと、要は塩がいっぱいあると微生物ってあんまりこう動けなくって、そんなにいっぱい活動ができないと。いう感じになるんですけれども、塩の量がまあそんなに多くなければ、まあ、結構活発に微生物たちって活動することができます。なので、白味噌を作りたい、で熟成期間を短くしたいっていう場合は、その熟成期間、短い熟成期間の間で一気に微生物たちに活動をしてもらって、もう早く味噌にしたいわけなんですね。なのでそれを実現するために塩の縛りを弱くするっていうことをするんですね。要は縛りを弱くするってことは、塩分濃度を少なくする、塩をの量を減らすってことですね。それをすることによって微生物がその短期間にバーって活動してくれて、早く味噌ができると、いうことが起こってきます。でもう一つ麹ですね、材料の、一つである麹の量も同じでして、まあ、その麹の量をどういうふうにするかによって、その微生物がどれぐらい活動できるかっていうのを変えることができます。で、麹はですね、何かっていうと、そこの味噌で働く微生物っていうのは乳酸菌だったり酵母菌だったりっていう微生物がいるわけなんですけども、乳酸菌とか酵母菌の餌となるのはブドウ糖なんですね。主にブドウ糖を餌にします。で、そのブドウ糖を作ってくれるのが麹なんですね。なので、麹が、いっぱいあればあるほど餌となる、微生物の餌となる、ブドウ糖の量が増えるってことになるんですよね。なので、麹をいっぱい入れると、まあ、味的には甘くなっていきます。で、熟成期間が短い白味噌を作りたい場合は、まずその餌が多ければ多いほど微生物でわーってその餌を食べてわーって繁殖するってことをするので、餌をいっぱい与えたいんですよ。なので、餌の量を多くします。でイコールそれは麹の量を多くするということになります。なんで白味噌が最終的にまあ甘いんですけど、甘いのはなんでかっていうと、熟成期間が短いから麹の量を増やして微生物にいっぱい活動してもらいたいから麹の量を増やしているっていうことなんですよね。なんで最終的に、まあ、結果的に味が甘くなりますっていう、ことになるわけなんですね。なので、熟成期間が短いイコール白味噌です。で、熟成期間が短い白味噌イコール味は甘味噌になるってことなんですね。まあ、おのずと甘味噌です。白味噌イコール甘味噌になるっていうのは、まあ、そういった理由からなんですよね。はい。で、まあ、熟成期間が、短いと、メイラード反応も起きにくいので、色的にも白くなると、いったところですね。
はい、ご参加ありがとうございます。で、まあ、その白味噌なんですけど、味って、まあ、さっき今甘いって言いましたけれども、じゃあ味が実際に食べてみて味甘いかっていうと、実は結構そうでもないんですよね。そうでもないっていうのは、要は塩の量が少なくて、麹の量が多いので、まあ普通に考えたら甘いよねっていう話になるんですけども、実際に食べてみると、なんていうか甘いっていうよりかは甘じょっぱいみたいな味がするんですよね。なんか甘いけどなんかしょっぱいみたいな、なんかちょっと複雑な気分になるような味がするんですけども、それなんでかっていうと、塩角を取ってくれるのって実は旨味しかないんですよ。これまたなんか何の話っていう感じかもしれないんですけど、よく塩角が取れるといいとか言いますよね。塩角が取れてないとすごい塩を感じやすくしょっぱいみたいな風に言うと思うんですけど、よく言うその塩角を取る、塩の角を取ってくれるっていうのは唯一旨味なんですよ。旨味があることによって、塩角が取れるんです。なので熟成期間が短い白味噌っていうのは旨味がほとんどないです。まあほとんどっていうか、まあ、あんまりないですね。なので白味噌は塩分濃度は低いんだけれども、旨味が全然ないから、その塩分を感じやすいんですね。すごく塩味を感じやすい。なので麹が多くて甘いっていう味はするんだけれども、だけどもなんかしょっぱい、塩辛いっていう味がするっていうね、複雑な味になるのが白味噌です。はい、まだ塩の角が取れてないか、そうですね、なんかそういうなんていうんですかね、まだちょっと味噌舐めてみて、まだしょっぱいなって感じたら、もしかしたら塩角がちょっと取れてない、まあ料理とかもそうですけどね、っていうことがあると思います。でその料理に対して、その、塩角をどうやって取っていくかみたいなことを話し出すとすごい長くなってしまうので、まあ、今日はちょっとその辺に、しておきたいと思うんですけども、まあ、そういった形に、なってきます。でじゃあ今度は反対に熟成期間を長く取る赤味噌、色が濃い味噌ですね、色が濃い熟成期間長い味噌を作るときは、どうかっていうとですね、今度は麹の量と塩の量を全く逆にします。熟成期間が長いのに、例えば塩の縛りを強くしてしまう、塩の量を多くしてしまうということをすると、バーって最初に塩の縛りを弱くしてしまう、塩を塩分濃度を低くしてしまうと、バーって微生物が短期間で働いてしまうので、なんか最初だけバーって微生物たちバーって活動して、なんかあとだんだんこうシリーズボーミーみたいになっていってしまうみたいな、要は3年ぐらいかけて熟成したいい味噌なのに、最初の半年ぐらいでもう微生物のがバーって活動して、それで終わっちゃって、あとなんかあんまり活動しないみたいな風になってしまうと困るので、色の濃い長期熟成の味噌を作る場合は塩分濃度を高くして塩の縛りをきつくします。なんで、まあ塩分、塩の量は多くするということですね。はい、そして、麹の量ですね。で麹もやっぱりその微生物の餌となる麹、ブドウ糖ですね、麹が作るブドウ糖の量を多くしてしまうと、最初にバーって餌を食べて、まあ活動が最初の方だけ、してしまったりとか、あとはどんどんいっぱい餌がある状態にしておくと、餌を食べすぎて、なんていうか太るみたいな感じ、太るって言ったらちょっとおかしいんですけど、食べすぎるってことになるんですよね。はい、そうなんですね。昔の人って本当すごいんですよね。それを分かってやっていたっていうのはすごいなと思いますね。うん、で、そうそう、なんだっけ。何、どこまで行ったか忘れちゃった。
あ、そうです。餌がずっとある状態にしていくと、まあ、太るっていうか、食べ過ぎるんですよ。例えば乳酸菌っていう微生物だったら、餌をブドウ糖の餌をいっぱい食べてどん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 繁殖していって乳酸発酵をしますね。で、乳酸発酵がいっぱい進んでいくと、味的に酸味がついていくんですね。なんで乳酸発酵ばっかりわーって乳酸菌が働いてしていくと、なんかだんだんその味噌が酸っぱくなっていっちゃったりとかするんですよ。はい。で、さらに酵母菌っていう微生物はですね、アルコール発酵を行うんですけども、酵母菌もやっぱりそのブドウ糖を餌にして、ブドウ糖がいっぱいあるとどん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 繁殖してアルコール発酵っていうのを、行っていきます。で、それもやっぱり餌がたくさんありすぎてアルコール発酵が行われすぎると、まあ、どん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 アルコール臭がする味噌になっていってしまうということなんですよね。なんでじっくりゆっくりと味噌に働いてもらうために、餌の量っていうのは少なくします。なんで長期熟成の、味噌っていうのはですね、麹の量は少なくして塩の量は多くします。なのでおのずと味的には辛味噌っていう、味になってくるんですね。はい。なんでまあ、あとはですね、それ以外にもやっぱり長期熟成する味噌っていうのは、腐敗を防ぐために塩分濃度を高めているってこともあるんですけれども、まあ、結果的には、赤味噌は色を濃くしたいので、まあ、アミノ酸の量を増やしたいです。メイラード反応を起こしたいです。で、そういうふうに大豆を処理します。で、さらに、材料の、他の大豆以外の材料の麹は少なめにして、塩を多めにすることによって、まあ、長期熟成に適した原料にしていきます。で、それをやった結果として、辛口になるということですね。で、白味噌と赤味噌の塩分濃度って全然違うんですよ。まあ、倍以上違います。で、倍以上違うんですけど、まあ、どっちが塩辛いっていう風に感じるかっていうと、実際の味としてはですね、実は、白味噌の方がしょっぱいなって感じるんですよ。それはさっき言った通り、塩角が、取れているか取れていないかってことで、長期熟成する赤味噌っていうのは、まあ、原料もそうだし、長期熟成することによって、その、タンパク質が多くて、アミノ酸がたくさん、含まれているので、要は旨味がたくさん入っているってことなんですよね。なので、塩分濃度は高いんだけれども旨味がたくさんあるので、その塩角を取ってくれます。だから塩味を感じにくいんですよね。なので塩分濃度は高いんだけど、そんなに塩辛いなっていう感じがしないのが赤味噌なんですね。はい。なんで、まあ、その塩分濃度とか、その麹の量だけで、その味、実際の味っていうのを測ることはなかなか難しいといったところがあります。まあ、単純にそれだけでは味はわからないというところですね。はい。特にその豆味噌、まあ、赤味噌って言ったら、ま、代表的なのが豆味噌なんですけど、豆味噌はやっぱり大豆が多いので、タンパク質が、多いですよね。なんで、まあ、アミノ酸の量も多いです。なので、豆味噌っていうのは、要は、もう元々タンパク質が多いって分かっているので、メイラード反応を起こしやすいですよね、アミノ酸の量が多いので。なので、豆味噌っていうのは、まあ、イコール絶対赤味噌になるんですよ。だから、豆味噌の白味噌っていうのはありえないわけなんですね。米味噌の赤味噌とか、米味噌の白味噌とかはあるんだけど、豆味噌の白味噌っていうのはまあ、ありえないということになります。はい。まあ、これ豆知識みたいな感じなんですけどね。まあ、ということで、ちょっとメイラード反応について分かりやすく解説するために、ちょっと味噌の話を詳しく、してきたわけなんですけども、まあ、それ以外にもですね、例えば、米酢なんかもそうですね。米酢って、これ、米酢なんですけど、まあ、こういうちょっと薄い色、透明のね、色をして、います。で、これはですね、普通の米酢ですね、米酢。で、普通のお酢っていうのは大体まあ、これぐらいの薄い色になるんですけども、これは白米で仕込んでますよね。なのでこれぐらいの薄い色なんですけれども、じゃあ黒酢ってありますよね。これはまあ醤油なんですけど、黒酢ってまあこれぐらいの黒い色になってくると思うんですけど、黒酢ってなんであんなに黒いのかっていうとですね、あれは原料が
米なんですけど白米じゃなくて玄米を使っているんですよね。なのであんなに黒くなるんです。あのお米っていうのはこうやってお米粒があると、あの外側に行けば行くほどあのぬかの部分ですね、ぬかの部分にタンパク質があのいっぱいあります。なので白米っていうのはそのぬかの部分削っているので、要はタンパク質があんまり入ってないんですよね。だけど玄米はそのタンパク質がいっぱい含まれている状態で、お酢にしていくので、なんでメイラード反応がめちゃくちゃいっぱい起きるんですよ。だからあんな黒い色になるというところなんですよね。はい。まあ、その、あの、お米のぬかの部分に含まれているタンパク質を麹が分解してアミノ酸に変えていきます。なので、まあ、最終的にメイラード反応がいっぱい起きるということになります。で、あとそうですね、お酢もそうなんですけど、みりんもそうですね。ちょっとみりんは、これさっきも見せたんですけど、これね、みりんなんですよ。こんなに色が濃いんですけど、これがまあ本来のみりんの色ですね。で、みりんもですね、原料はもち米と、米麹と、焼酎の3つなんですけれども、これもですね、もち米に結構タンパク質がいっぱい入っているので、それでまあメイラード反応が起きて茶色くなるということになります。でここまででそのお味噌とかお酢とかみりんとかの話をまあ踏まえてですね、で言うと、まあ、要するにですね、要するに色が濃ければ濃いほど、まあ、こういう感じで色が濃ければ濃いほどここに含まれているアミノ酸の量が多いということになります。で反対に色が薄ければ薄いほどアミノ酸の量は少ないということになります。で、まとめると、1、色が濃ければアミノ酸の量が多いです。で、2ですね。アミノ酸の中の一つの成分にグルタミン酸っていうのがあるんですけど、そのグルタミン酸っていうのは旨味成分なんですね。で、旨味成分がありますと。で、3です。ちょっとわかりにくいかな。3は、要は、そう、1と2を踏まえると、要は、アミノ酸の量が多いイコール、旨味の量が多いということになります。もう一回言いますね。色が濃ければ多いほどアミノ酸の量が多い。で、アミノ酸には旨味が含まれています。なので、アミノ酸の量が多いイコール、旨味の量が多いということになります。はい。で、ということはですね、色が、濃ければ濃いほど旨味の量が多いということになります。ちょっとややこやしくなってきたんですけど、色が濃ければ濃いほどアミノ酸の量が多いですね。で、色が濃ければ濃いほど旨味の量が多いってことになりますよね。はい、なので結論としては旨味がどれぐらい含まれているか、この食べ物に旨味がどれぐらい入っているかどうかっていうのは肉眼でわかりますよっていうことなんですよ。見たら色が濃いよね、あ、じゃあ旨味いっぱいあるよねっていう話になるわけなんですよね。はい。なので、まあ、味噌とか醤油とかこういったものには本当にたくさん、旨味が入っていますよね、実際。で、ここで、よくですね、甘酒について、甘酒には、アミノ酸がたくさん入っていますっていうふうになんか書いてあったりとか、そういう宣伝をしていたりとかっていうふうに、書いてあるのを見たことがあるかもしれないんですけども、あれはですね、実はそうではないんですよ。実際、甘酒にはアミノ酸っていうのは、必須アミノ酸全種類入っているんですけれども、量的に言うとめちゃくちゃ少ないんですよね。なんでかってそれさっき言ったみたいに肉眼でわかるんですよね。甘酒って真っ白じゃないですか。全然茶色くないですよね。なので、甘酒には、アミノ酸はあんまりいっぱい入ってないんですよ。てかほとんど入ってないんですよね。すごく少ないです。甘酒ってどれだけ常温に置いといても、メイラード反応ほとんど起きないですよね。なんでメイラード反応が起きないかっていうと、アミノ酸がないから。なんですね。ないって言ったらおかしいですけど、少ないからなんですね。
まあ、酒粕もそうですよね。酒粕には、酒粕はアミノ酸が豊富ですって言ってる歌い文句とかも結構聞いたことあるかもしれないんですけども、あれも、実際はそんなに含まれていないんですよ。まあ、それもやっぱり色を見ればわかります。酒粕は白いですよね。まあ、そもそもですね、日本酒を作るときって、米を削りますよね。その米のさっき言ったみたいに米の外側のタンパク質がいっぱいある部分を削ってもう白米の精米して普通に食べる白米よりももっともっともっと削ってむにゃーってこんな感じで細かくしていくんですよね。それってまあ大吟醸とか吟醸酒っていうのはそういう風にどん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 細かくしていくんですけども、要はもう全然タンパク質ありませんよっていう状態の米を使って酒って作りますよね。でその状態で作った酒、日本酒の副産物として出るのが酒粕ですよね。要は日本酒を絞った残り粕が酒粕なんですよ。まあその字の通りなんですけども、なので酒粕にアミノ酸がたくさんあるわけがないんですよ。まあ、そもそも原料にアミノ酸が全然ない、タンパク質が全然ないのに、それをさらに絞った絞り粕のところにタンパク質とかアミノ酸がまあある残っているはずがないですよね。そんなに、なので酒粕もやっぱりアミノ酸もあるんですけれども、全種類あるんだけども、その必須アミノ酸がですね、全種類もあるんだけども量的には、めちゃくちゃ少ないですということになります。はい、ということでですね、まあ、ちょっと時間ももう50分になってきましたけれども、まあ、今日はですねメイラード反応の話を、していきました。まあ、どういうふうにメイラード反応が起きていくのか、発酵食品っていうのは、味噌とか醤油ですね、メイラード反応が起きることによってこういう色になっていっているんだよと、いうこととか、あとは身近なところで起こるメイラード反応ですね、パン食パンをトーストしたら茶色くなるとか、煮物がいい照りつやが、ついてくるとか、まあそういったこともメイラード反応ということになります。はい、ということでちょっと質問をですね、質問がある方はぜひぜひ、コメントを入れていただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。あ、てかけいこさん本当にありがとうございます。もうすごい全部解説、ノートを撮っていただいたみたいな感じ、議事録撮っていただいたみたいな感じで本当に嬉しい、ありがとうございます。はい、玉ねぎ麹が茶色くなるのもメイラード反応ですか？あ、そうですね、玉ねぎ麹って玉ねぎが入っているので、玉ねぎってすごくアミノ酸が多いですよね。なので、そう、玉ねぎ、塩麹ってそんなに茶色くならない、常温に置いといてもそんなに茶色くならないんですけど、玉ねぎ麹はまあまあ結構茶色くなっていくと思います。なのでそうですね、それも、まあ、メイラード反応、すごいゆっくりと、メイラード反応が起きているっていう状態ですね。あー、秋4233、ありがとうございます。面白いお話でありがとうございます、よかったです。あと、スーパーで売っている添加物たっぷりの味噌は、旨味成分は、ですね、旨味成分はあります。旨味はあるんですけれども、その味噌に含まれている本来の栄養素みたいなものは あまりな、半分以下だと思って、いただいた方がいいと思います。まあ、旨味はありますね。まあ、もともとその大豆を使っている時点で、まあ、旨味っていうのは大豆を加熱した時点でも全然出てくるので、旨味自体はありますね。まあ、ただその、本来の旨味っていうよりかは、わざわざその旨味を添加しているっていう場合もありますので、まあ、こういったですね、味噌の裏を見ていただいて、原料のところですね、ちょっと見えるかどうかわかんないんですけども、原料って、米と麦と大豆だけなんですよね。ちょっと 見づらいと思うんですけど、なんですけど、ここに、まあ、アミノ酸
かっこ、え、じゃあ、じゃあ、調味料かっこは皆さんとか書いてあるような味噌も、まあ、あるんですよね。だし入り味噌とかね、そういった、あの、ものだと、旨味をわざわざ添加してあるっていうものもありますので、まあ、その辺はちょっと注意が必要かなと思います。はい。ありがとうございます。ね、ほんとね、ほんとそうなんです。けいこさん、ありがとうございます。ね、わかりやすかったです。はい。まあ、なんかあと他にも質問ご質問あれば、はい、入れていただければと思います、ね、あっという間になんか1時間過ぎちゃって、なんかギリギリでなんとか言いたいことは言ったって感じなんですけども、で、あの、もっとですね、あの、詳しく知りたいとか発酵食について学びたいとかですね、あの、あともっとなんかマニアックな、発酵の世界を学びたいっていう方はですね、あの、インスタグラムのプロフィール欄に、リンクがあって、そこの、リンクを、あの、リンクから LINE に登録していただくと、あの、LINE に登録していただくだけで無料でお渡しするプレゼントっていうのをご用意してますので、ぜひ登録していただければと思います。で、あとですね、あの、 LINE 登録していただいて、で、その後、あの、登録後に個別相談のご案内っていうのをご案内しているんですけども、その個別相談にご案、ご参加いただくと、さらにご参加特典っていうのもありますので、ぜひですね、見ていただければと思います。はい。まあ、本当に、あ、なんか質問が、あ、明日も楽しみにしています、ありがとうございます。ねえ、ほんと味噌もね、自家製がいいですよね。自家製甘酒、あ、作ってます。いいですね。うん、あ、そうですね。毎日、そう、大さじ1杯程度ってすごいいい量だと思います。そうなんですよ。アミノ酸に少ないって言うと結構皆さん驚かれるね。そうなんですかみたいな、ね、感じになりますね。はい。あ、面白い。ありがとうございます。うん、ほんと味噌汁はね、最強ですね。はい、ありがとうございます。ね、塩のこととかもね、やっぱり知れるとすごく、いいかなと思います。はい。で、あの、ま、今日のこのライブについてですね、ご質問とか、あの、まだちょっとここで言えなかったご質問とか、あとあれば、あと感想とかもですね、あの、DM でいただければと、思っております。あの、インスタグラムの DM で、あの、ご質問とか感想とか全然、あの、受け付けていますので、入れていただけると、あの、嬉しいです。はい。で、あとはですね、あ、そうですね、まあ、あの、ご質問とかもそうですし、もう本当に、あの、プロフィール欄にある LINE、登録していただいてもいいですし、なんかまあダイレクトに本当に講座興味あるよっていう方は DM で、あの、講座興味ありますって言っていただいても、はい、いいですので、はい、ぜひどしどしと感想をお寄せいただければと思います。まあ本当にですね、その発酵食を作っていく、まあ本当味噌一つとってもですね、まあ醤油とかを仕込むっていう人はなかなかいないかもしれないんですけども、あの、味噌一つとっても、これ仕込んでいく間にどうして、あの、大豆と麹と塩を混ぜたら、こういう風になっていくのかとかですね。なんで、味噌には白い色のやつと、濃い色のやつがあるのかとかですね。まあそういったことを、まあ、知識としてなんとなくでも、あの、分かっていると、なんかこう、あ、だからこうなるんだなとか、わかるし、まあだから旨味がいっぱいあるんだなとか、まあさらにもっと旨味を増やすにはどうしていったらいいだろうとか、もっと色の濃い味噌を作るにはどうしていったらいいだろうとか、あとはもっと体にいい、成分をこう入れていくためには、どうしたらいいだろうか、みたいなことが、分かってくると思いますので、やっぱり、もうただ単純に、その毎年手前味噌作ってますよっていう方とかもですね、ただ単に作るっていうだけじゃなくって、まあ、実際に、どういう仕組みで、そうできていくのかっていうのを知ると、万が一失敗をしてしまった時とかに、やっぱり対処ができるんですよね。それを、失敗した時に対処できるかできないかっていうのは大きな違いだと思うんですよね。で、まあ味噌も本当に、まあぬか床ほどではないんですけど、失敗する方って結構やっぱり一定数いらっしゃって、あ、楽しみ、あ、明日も楽しみです。ありがとうございます。あ、わかりやすいご説明です。ありがとうございます。はい。
あ、そうですね。失敗をしちゃった場合に、あ、なんかカビ生えたからもうこれダメになっちゃったわって言って捨てちゃう人とかいるんですよ、本当に。それすごいもったいないので、何かしらその変な風に発酵しちゃったりとか、味噌にカビが生えちゃったりとかしても、それ回復する手立てっていろいろあるので、まあ、そういうこともちゃんとですね、知識として身につけていただいて、こう学んでいくと、まあ、よりその発酵食とか発酵調味料を仕込んでいくのが楽しくなると思いますし、まあ、どんどんね続けていけると思いますので、ぜひですね、いろいろと発酵食について、勉強していただけたらいいかなと思います。はい、ということでちょうどいい気味のいい時間になってきました。あとご質問とかは、大丈夫ですかね。はい、なんか私コメント見逃してないですかね。はい、アーカイブも一応ちょっと私このインスタグラムライブの使い方がいまいち分かってないのでしっかり残せるかちょっと不安ではあるんですけど、多分残せると思うのでちょっと頑張ります。はい、なんかもしまた追加で質問とか後から、何だったっけこれとか、あとアーカイブを見ていただいてご質問があるよっていう方も全然DM でご質問いただければ、受け付けますので、はい、どしどし、お寄せください。はい、ということであっという間の1時間でしたけれども、皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。